はい、おはようございます、ココナッツです、今まもなく朝の9時になろうとしているところです。もう1年ぶりぐらいでしょうか、千葉の、まあといってももう茨城の鹿島と、まあ、双子のような関係なんですが、この香取神宮の方に、本日はやってきました。まあ、ちょっと高速の、インターチェンジを実は出るところを間違えてしまいまして、ちょっといつもとはまあ勝手に違うところに来てしまった。まあそれでも10分ぐらいの遅れなんですが、今日も暑いんでね、本当にいい天気になりそうです。結構この看板も便利ですね。いやー、暑いのなんの、もうすごいですからね。